どうもこんにちは、今回はですね、口裂けヤモリを登場させたいなということでですね、はい、口裂けヤモリちゃんです。もうね、こいつも2年くらいね飼ってます。はい、ちっちゃい時のね動画がたくさん出てきたんでね、めちゃくちゃ可愛い。多分ね、この連れて帰ってきた時点で、生後1ヶ月半とか多分それくらいだと思うんですけども、まあ、知ってる方もねすごい多いと思います。飼ってる方もね結構いらっしゃると思うんですけども、ニューカレドニアのヤモリですね。やっぱニューカレドニア強いですね。クレスとかもねそうですけどね、あそこね、あそこを言うとあれやけど、ちょっと行ってみたいんですけど一回はね。気温もね年間通じて安定してるし、まあ暑すぎず、まあ、ほんまちょうどいいくらいですよね。はい、でまあ天敵もねいないことはないんでしょうけど、あんまりこれといったね天敵がいないので、結構おっとりした動きのヤモリちゃんたちが多いですよね。はい、まあこの、口裂けもそうなんですけども、口裂けヤモリはですね、英名がカメレオン月光っつってですね、もうその時点でかっこいいですよね。はい、こうカメレオンとヤモリですよ。はい、なんかこう違うものと違うものを掛け合わせたみたいなね。ちょっと違うか。まあなんすかね、カツとカレーでカツカレーみたいなね。いや最強やんけと。カツカレー最強やんけと。めちゃくちゃ食べたい。今お腹すきました。いや空いてないな。今日カレー食べたんでね。はい、まあカレー別に何杯でもね食べれるんで、はい。まあカツカレーですよね。あとはなんかありますかね。トマトケチャップとかですかね。トマトケチャップは違うな。トマトとケチャップじゃないですもんね。トマトケチャップですもんね。基本的にね。はい。概念的にね。はい。あとなんかあるかなって考えたときに、やっぱり、まあ出てくるのが、豚ゴリラですよね。豚ゴリラ知ってますかね？キテレツ大百科に出てくるね。なんか多分水色か青色の服着てるやつなんですけど、豚ゴリラですよ。よう考えるとめちゃくちゃひどないですか。豚ゴリラって。はい。まあ、今でこそね、豚は結構筋肉質で体脂肪率もそんな高くないよってね、こう、事実がね、結構広まってたりするんですけどね、キテレツ大百科が多分放送してた当時って、豚ってめっちゃ悪口やったと思うんですよ。ゴリラもそうですよね。その2つを合わせてですね、なんすかね、なんかインフルエンザコロナみたいなことですかね。はい、今で言うところの。それをね、やっぱあいつも受け入れてね、おい、豚ゴリラとか言われてね、なんやみたいなね。いや、豚ゴリラって、めちゃくちゃひどいですよね、はい。なんでそんな、まあ当時はね、そんな、今やったら無理でしょうね、豚ゴリラ。はい。なんなんですかね。いやー、ちょっと、キテレツ大百科か、なんかちょっと、やってないかな、なんかネットフリックス的なんで、ちょっと見たいですよね。はい。ちなみにね、コロスケはね、コロッケが好きなんでね、ちょっと明日はコロッケをね、食べたいなとか思ってるんですけどもね、はい、何コロッケにしようかな、ちってさよなら。